スパルタクスタジアムはロシア、ノボシビルスクにあるスタジアム。ロシアファーストディビジョンに所属している FC シビル、ノボシビルスクがホームスタジアムとして使用している。ノボシビルスク市の中で比較的に古い建築物の一つである。この競技場は市内の中心部に位置しており、近くには地下鉄がある。サッカー、陸上競技を行う競技場に加え、バレーボール、バスケットボール、 テニス、フェンシングを行うための施設も併設されている。1925年、スタジアムは墓地の跡地の上に建設され、1927年に完成をした。1952年、スタジアムは老朽化したために一時閉鎖をした。2004年には音響機器などの改修を行った。2010年、シビルはロシアカップにて準優勝をしたことから UEFA。 ヨーロッパリーグの出場権を獲得した。2010年8月19日、スパルタクスタジアムで初の欧州カップ戦の試合が開催された。2006年から2008年にはユースの大会を主催した。アヤックスアムステルダム、オリンピックマルセイユ、レギアワルシャワ、セルタデビーゴ、PFC チェスカモスクワといったクラブが参加をした。ありがとうございます。